ギリシア建築は古代ギリシア人によって創造された建築様式である。特に神殿建築は代表的であり古典主義建築の直接的、間接的規範とされ続けた。ギリシア建築は紀元前7世紀頃から様式の創造が開始され始め紀元前5世紀から紀元前4世紀頃にその頂点を迎えるが空間よりも 細部の装飾や比例原理を洗練させて自己完結していく傾向にあり、現代の美術的な感覚からすれば建築よりもむしろ彫刻に近い。その後のヘレニズム時代には建築の形態が再編成され建物の関係性が意識されるようになり、やがてこれらがローマ建築に継承された。古典主義建築の源泉でありながら、 ヨーロッパでは18世紀に至るまで忘れ去られていた建築であったが、新古典主義運動において建築の起源であると考えられるようになり、ギリシア建築の復興運動を巻き起こした。19世紀に建築起源論は解体されてしまったが、古典の象徴という概念は現代においてもなお続いている。パルテノン神殿、アイビーナのアテーナー、アパヤー神殿、ドーリア式神殿の例。 アテナイのエレクテーオン歴史的、地理的関係性を考慮すると、古代ギリシアの建築活動は、紀元前2000年頃のミノア文明中期に遡り、ギリシア本土では、紀元前1400年頃のミケーネ文明を発祥とする。しかし、クレタの建築とミュケナイ建築、そしてギリシア建築との間にある程度の共通性が認められるが、その関連性は、 必ずしも明確ではなく、ギリシア建築と呼べる建築は、紀元前8世紀頃が出発点と考えられている。一般的なギリシア神殿と同じ形式の建築物は、遅くとも紀元前8世紀初期には形成されたが、当時の建築材料は木材であり、今日それを完全に復元することは難しい。しかし、都市国家の社会制度が発達するにつれて、 宗教的、公的建築が発達することが伺え、紀元前6世紀中期には、建築材料として、本格的に石が用いられるようになった。また、ペロポネソス半島とイタリア半島南部では、ーリア式が発展し、一方で、コアジアでは、イオニア式建築がそれぞれ発達する。人の目に触れにくい場所ではあったが、アーチやトンネルボールとの活用など、 工学的な進歩も見られる。こうした建築的特質は、その文化と領土とともに、ローマ帝国に組み込まれ、紀元前1世紀以降は、ローマ建築に受け継がれていった。紀元前8世紀から紀元前7世紀のギリシアは、都市国家が形成され始めた頃であり、中央集権化や社会制度も発達していなかったが、 同時に、身分の垣根も低く、活気に富んだ交流が盛んであったと考えられている。建築についても、ほとんど暗中模索の状況ではあったが、古典期に引き継がれる建築的な下地は形成されつつ、あった。紀元前6世紀以前の建築、オリンピアの古神殿跡柱などは残っていないが、建物が馬底形平面であることがわかる。 神殿のテラコッタアルゴスのヘーラー神域出土。初期の神殿を移したもので、前室に2本の柱を建てる構成。ギリシア神殿の最初の形態は、見受けない特有の建築であるメガロンのような形状で、心臓を収める、ナオスとプロナオスから構成される、寄せ胸屋根の単なる小屋のようなものであった。しかし、次第に、神の家と呼べるものにまで発達し、 紀元前7世紀中期には外部にテラコッタによる装飾を施して、その格式を高めるようになった。構造についても木材と日干しレンガで構築されていたものが、紀元前6世紀には石灰石や大理石で築かれるようになった。技術が確立されると、神殿建築はほとんど全てが石像となるが、その遺書の一部は木造であった時に、 構造的な意味を持っていたものが様式化したものである。テルモンのアポロオンシミキは、ギリシア北西部の有力豪族、アエトリア人の聖域で、後のアエトリア同盟の中心地でもあった。紀元前9世紀頃のメガロンビーと呼ばれる神殿の後部は湾曲したアプス状で馬底形平面を持ち、これはレフカンディの ペローニアエレトリアのアポローンダフネフロス古神殿、オリンピアの古神殿などに見られる。続く、紀元前620年から紀元前610年頃に建設された大愛神殿は、初期のドーリア式神殿の一つで、内陣を柱が囲む集中式神殿である。柱と両は木造、壁はオホスレンガで構成されており、 未だ原始的な印象は否めないが、幾何学様式時代の鮮やかな彩色テラコッタが発掘されており、外装は美しい装飾に覆われていたらしい。古代ギリシア有数の聖域であるオリンピアのヘーラー神殿も、ゼウスとヘーラーを祀る木造通り屋敷神殿として建設されたものだが、パウサニアスによると、その創建は紀元前1096年に遡るとされる。 この神殿の内陣は5つのスペースに区切られているが、これは当時の建築家たちが建物を拡張する場合に奥行き方向のみを拡充していったことの所作であると考えられている。このため、ヘーラー神殿の大きさは短辺が18.75メートルであるのに対し、長辺は50.01メートルと非常に細長い。この形状は、 テルモンのアポロオン神殿も同様である。現在残っている石像円柱は直径やフルーティングの数がまちまちな上、石から切り出した一本の柱とドラムを積み重ねた柱が混在していること、そしてパウサニアスが柱の一本が樫の木でできていたと伝えていることから、本来は木造であったものが逐時石像に変えられていったと考えられている。 小アジアのヨニア式ギリシア建築の伝統は主にペロポネソス半島と南イタリアを発祥とするドーリア式と小アジア一帯を発祥するヨニア式に分けることができる。イオニア式は小アジアにギリシア人が入植した紀元前12世紀頃まで遡ると考えられているが紀元前6世紀に小アジアで建設された2つの 巨大神殿、エフェソスのアルテミス級神殿そしてサモス島のヘーラー神殿がその遺象の確率に大きな影響を及ぼしたこれらの神殿は現存しておらず発掘された遺構から神殿の形態を推測するほかないがどちらも二重集中式神殿でよく似た構成をしていたことは確実である。 ウィトルウィウスとプリニウスによれば、ヘーラー神殿は建築家、ロイコスとテオドロスが、アルテミス神殿は、クレタのケルシフロンとその息子、メタゲネスが設計を行ったが、アルテミス神殿については、ヘーラー神殿を計画した、テオドロスも参画していたらしく、これが両神殿に共通性をもたらしたようである。シフノス人の宝庫の装飾、カリアティスト、マグチの装飾、 カリアティスは、アルカイク様式のものに近い。女神、ヘーラーの生誕の地とされるサモス島のヘーラー神域の、起源は古く、最初の大愛神殿、長辺60メートル、短辺30メートルは、起源前8世紀初期に建設された。その後、起源前8世紀末に内陣を正面7本、側面8本の柱で囲む増築がなされ、 ギリシア世界の最初期の集中式神殿となった。この神殿は、紀元前660年頃に洪水によって破壊されたが、すぐに同一平面の大通神殿が建設されている。第3神殿は、紀元前570年から紀元前560年頃に建て替えられたもので、長辺104メートル、短辺52メートル、104本もの円柱によって、 内陣を二重に囲む巨大建築であった。柱の配置は内陣の柱の位置と完全に一致しており、神殿が秩序立てて構成されていることがよくわかる。アルテミス神殿のある場所の由来は古く、パウサニアスによれば、この神域の起源はイオニア人入植よりも古いとされている。紀元前560年から紀元前550年頃に建設された、この神殿は、 ヘイラー神殿よりも一回り大きく、長辺114メートル、短辺54.6メートルである。平面構成は、ほとんど同じだが、装飾は、ヘイラー神殿よりも豪華で、正面の円柱の中東と中脚にまで浮き彫りが、施されていた。これには、リディア王、クロイソスの名が刻まれており、少なくともいくつかのものは、彼の寄進によるものである。 両神殿の影響は大変大きく、その後数百年の間、昭和時や一帯の神殿の設計において繰り返し、手本とされ続けた。イオニア人は建築の装飾に大変な関心を示しており、イオニア式建築はギリシア本土にも徐々に伝達されていったが、最初はこのような美しい模様や彫り物が採用された。紀元前550年頃から、 紀元前525年にかけて建設されたデルポイのアポロオシニ域にある宝庫群はギリシア本土における初期のヨニア式建築であり洗練された装飾を見ることができる。クニドス人の宝庫とシフノス人の宝庫は2、中式神殿の形式であるが正面の2本の円柱は女性像に置き換えられている。シフノス人の宝庫の壁からだは小口と長手が 交互に繰り返され、その上部には、彫刻が施されたフリーズとキクモイが連続する、アーキトレーブが載っている。入り口は、連続した玉飾りで装飾されており、この小建築物がいかに過微なものであったかが伺える。ドーリア式の発達、オルティージャ島のアポローン神殿パエストゥムのヘーラー第一神殿小アジアにおける建築活動とは別に、ペロポネソス半島から、 イタリア半島南部では、ドーリア式の神殿が発達した。古代ギリシアのドーリア式は、スタイロバティスの上に直接円柱が乗せられるため、基盤を持たず、中東は、円形の皿型エキヌスと、方形のダイヤバックスで構成されていることが、特徴である。しかし、シチリア島及び、イタリア半島のドーリア式と、ギリシア本土のドーリア式では、相互に強い結びつきが見られるものの、 その形態に、顕著な違いが認められる。ペロポネソス半島のポリスと強い結びつきを持っていた、イタリア南部では、道理屋敷が採用されていたが、これらの地域では、ギリシア本土の伝統には拘束されず、かなり独自の建築活動を行っていた。建築家クレオメネスとエピクレスによる、クサ祭のオルティギア島にある、アポロオン神殿は、 紀元前570年頃に建設されたもので構造が石像に変わった最初のギリシア神殿の一つである。技術的には異様に高い梁を柱を密に並べて支えるなどの未成熟な部分があるがこの神殿の道理屋敷にふさわしいどっしりとした重さは紀元前6世紀中期以降に建設されるシチリア島やイタリア半島南部の神殿建築に 特有のものとなった。セリヌスの最も巨大な建築物である G 神殿は、幅49.5メートル、奥行き108.9メートルの巨大神殿で、紀元前520年に寄港された。選手ピタゴラスによって、エフェソスやサモス等の巨大神殿と張り合うよう意図された、らしい。集中式であるため、翼廊の幅は12メートルと広く、 内陣は幅18メートル。列中によって3等分された三浪式である。露天になった内陣には昇神殿が設けられており、この点は、ディディマのアポローン神殿に影響を受けたものではないかと考えられている。石像技術は完成され、一生は、ギリシア本土のような各部の構成に縛られない、自由さも兼ね備えている。 コリントスのアポローン神殿ケルキラのアルテミス神殿のペディメント、バシリカと呼ばれるパエストゥムの第一ヘーラー神殿は紀元前565年内市は紀元前530年頃に建設されたものと推定されている。建築の装飾に対する意識からであろうがエンタシスは大変強調され中東のエキヌスはかなり扁平でその下部には墓飾りが挿入されている。 集中式神殿であるが、正面の円柱は偶数ではなく奇数配置されており、建物の軸に一列の列柱が通る格好になっている。このため内陣は二郎である。内陣の壁と前室の柱は外周の柱割りに一致しているが、内陣の列柱の間隔はこれとは異なり、一般的なギリシア神殿とは明らかにその性格が異なっている。 ギリシア本土におけるドーリア式建築は、紀元前7世紀頃、未だ建築が石ではなく木造であった時期に完成した。ドーリア式は、古いドーリア人入植地に由来し、これらの地域では相互に強い結びつきが見られるが、これについては、南タリアに複数の植民都市を建設し、ペロポネソス半島で最も活発な交易活動を、 行っていたコリントスが重要な働きを担ったと考えられている。アゴラに隣接して、紀元前6世紀中期に建設されたアポローン大通信殿は、現在も何本かの柱が残っているが、正面と側面の柱のスパンは異なっており、また、グーブの柱間は、他よりも少し狭くなっている。また、内陣が2室あるなどの特徴は、 デルポイのアポロオン神殿やアテナイのコパルテノン神殿に共通しており、この神殿が両者に影響を与えたことが伺われる。イタリア半島への中継地でコリントスと密接なつながりのあったケルキラのアルテミス神殿も紀元前585年頃か紀元前580年頃に建設された石像ではギリシア最古のドーリア式神殿の一つである。 神殿の保存状態は極めて悪いが、大きさは幅22.4メートル、奥行き47.9メートルで、疑似二重集中式平面を持ち、内陣は列中によって三楼に分離されていた。この神殿を特に有名にしているのは、ペディメントに据えられていたゴルゴーンの巨像で、このためゴルゴーン神殿とも呼ばれている。ペディメントを彫刻で飾った。 知られている限り最古の神殿である。紀元前5世紀中期になると、石像技術は高度に運用されるようになり、道理屋敷、イオニア式の伝統が融合して、ギリシア建築は完成の域に達した。古典期のギリシアは、完璧な比例法則を備えた、壮麗な建築を創建し、古典建築の源泉となった。ホールや劇場などの公共建築は大きく、 発展したが、一方で、個人邸宅などの私的建築物についてはあまり、進展はなかった。ドーリア式神殿の完成と、水体幻覚様式時代にあたる、紀元前5世紀の初期から中期にかけて、ドーリア式は特有の堅牢さ、重厚さを持つ、神殿建築を確立した。アイギーナのアテーナーアパヤー神殿や、建築家リボンとペーディアスによるオリンピアの、 ゼウス神殿はその典型的な例で、最終的に、アテナイのアテーナーパルティノス神殿において、まさに完成された姿となった。しかし、道理屋敷建築の流星は長く続くことはなく、続く、紀元前4世紀になると、道理屋敷は、その厳格さによって早くも廃れていった。アイギーナのアテーナーアパヤー神殿、アイギーナは、ファレロン湾に浮かぶ。 小さな島の一つであるが、紀元前6世紀には、英ゲ海の基軸通貨として、アイギーナ貨幣が流通するなど、紀元前5世紀中期まで、アテナイを抑えるほどの勢力を誇った有力な海洋交易国家であった。島の東端にある女神アパイアーの神殿は、紀元前5世紀初期に建設された、全幅13.5メートル、側面長さ28.5メートルの神殿である。 保存状態が良く、青みがかった地元の多孔質石灰石を構造体とし、その上に白い漆喰を塗っているのが現在でも確認できる。扁平でやや大きな液ヌスを持つ円柱の衣装は、アルカイク時代の形態をある程度保持しているが、平面はプロナオスとオピストドモスを持つ古典時代特有の形式で、このためわずか幅6.3メートルの内陣を、 二層の道理屋式円柱で三楼に分けている。聖地、オリンピアの主神殿となる、ゼウス神殿は、紀元前470年から紀元前460年に建設されたものである。現在はほとんど残っていないが、構造体は地元の石灰岩を成形したもので、表面には白い漆喰が塗られ、全体の色彩は乳白色であったが、トライグリフや、 ペディメントなどは鮮やかに彩色されていた。これらの措置はアパヤー神殿と同様である。三楼に分割された神殿内部にはペーディアスが作成し世界の七不思議にも数えられるゼウスの黄金像下像がかなり窮屈に収められていた。これは建築家リボンが神殿に厳格なモデュールを適用していたため座像に合わせて 内部を作り変えることが難しかったことによる。ゼウス神殿以後の時代に建設された、ドーリア式には、必ず厳格なモデュールが適用されているが、この流れは、ゼウス神殿が起点となったものである。アテナイのパルテノーンの復元アテナイのヘイファイストス、神殿ペーディアスとイクティノスによるアテナイの、アテーナーパルティノス大神殿は、ドーリア式神殿の、 そしてギリシア建築の最高傑作といえる作品である。また、一つの神殿の中に、ドーリア式とイオニア式を混交したという点でも、特筆に値する。パルテノーンは、ペルシア戦争によって、アてないが、怪人に返した後、キモンによるアクロポリスの再建時に、建築家カリクラテスによって着手された。紀元前447年に、神殿の造営が、 ペーディアスとイクティノスに継承された時、パルテノーンは再建の真っただ中にあり、柱などの建築資材のいくつかはすでに構築されていたが、この神殿の計画は旧神殿の平面を踏襲したものであったため、ペーディアスが作成する女神アテーナーの黄金像下像を安置する空間を確保できなかった。イクティノスは計画を変更して、 平面を拡大せざるを得ず、すでに成形された柱から、新たに全体のモデュールを構築し直さなければ、ならなかった。このように、神殿の設計は難しいものであったが、パルテノーンは、伝統的規範を牧手し、かつ、厳格な比例関係を保つように、再構築された。このように、神殿の構成は、道利屋式特有の厳格なものであるが、内人は、 女神アテーナーにふさわしい、優雅な二層構成のーリア式円柱に、イオニア式フリーズを組み合わせたもので、外部も古典気の傑作と言われる多くの彫刻によって、飾り立てられた。これらの造営資金は、デロス同盟で各地のポリスから収集された、対ペルシア専用の軍資金を流用したものであり、現在アテネ帝国とも呼ばれる、アテナイ最盛期の映画を物語っている。 アテナイのヘイパイストス神殿、スニオン・岬のポセイドーン神殿、ラムヌスのネメシス神殿は、明らかにパルテノーンを基範とした建築である。パルテノーンで確立された、ーリ屋式は、独自の建築活動を行っていたイタリア南部にまで、影響を及ぼし、パエストゥムの最後の神殿となるヘイラー第二神殿は、古典時代の規則がすべてをもんじられた造りになっている。しかし、 道理屋敷は外部の比例と内人の比例を秩序立てて構成することが非常に困難だったため、やがて外部と内部の相互関係は波状することになる。伐採のアポロオン神殿や建築家スコパスによるテゲアのアテーナアーアレア神殿では、もはや外部と内人との間には何らの連携もなく、やがて道理屋敷には、 美学的に重大な欠陥ありとして衰退することになるのである。イオニア式とコリント式の方がイオニア式は、紀元前6世紀末には小アジアと交易を行っていたイタリア南部に及び、パエストゥムのヘーラー第一神殿の細部装飾に、その影響が伺われるが、本格的な導入は、紀元前500年頃に建設されたアーテーナー神殿の内陣前柱においてであった。 南イタリアと同じように、小アジアと交流の深かった、アテナイも、紀元前5世紀頃に、イオニア式を導入するようになり、紀元前450年頃には、アッティカで、最初のイオニア式である女神、デーメーテールの神殿が建設された。イオニア式は、建築を優雅で過美なものにするという、イオニア人特有の美意識によって形成されたが、アテナイにおいてもこれは、受け入れられ。 独自にアレンジされて表現された。紀元前437年から紀元前433年に建設されたプロピュライアはアクロポリス唯一の入り口であり、すでにミュけない時代から門があったことが知られている。正面は中央通路部分をやや広くした道理屋敷オーダーの列中で構成されているが、内部通路はイオニア式が配置されている。また、 西面南側の壇上には、プロピライアの道理屋敷と対象をなす女神、ニーケーアプテロスの神殿が建っている。このアテーナーニーケー神殿は、ペロポネソス戦争が一時的に収束し、アクロポリス再建計画が最終段階に入った、紀元前427年に、ペルシア戦争の勝利を記念して建設されたものである。幅4.13メートル。 奥行き3.83メートルのヨニア式小神殿で、表裏共に全中式の平面を持つアンフィプロスタイルと、呼ばれる形式である。円柱と内陣を囲む壁は、共に、半円のトルスを持つ基段の上に乗り、浮き彫りを施したフリーズを持つベンタブレイチュアを、その上部に巡らせて、正面及び背面、そして側面を統一している。また、 神殿下部のアクロポリスの城壁の縁にも女神の浮き彫りが取り付けられた。アテナー,ニー系神殿のように小規模の建築にイオニア式オーダーを用い彫刻などで装飾するという手法は紀元前4世紀頃に葬祭建築に応用されることになる。アテナイのエレクテオンアクロポリスの最も神聖な場所であり、アテナー,ニー系神殿と 同時期に寄稿されたエレクテオンは、ペロポネソス戦争の再開によって、紀元前409年まで工事が中断し、完成したのは、紀元前406年である。宗教行事を行う機能上、それまでの神殿よりも複雑な平面を持つが、内部は保存状態が悪いため、いくつかの復元案がある。基礎以外は、ペンテリコン産の白大理石で作られているが、フリーズは、 エレウシスさんの青灰色を石灰石で、表面に大理石の浮き彫りを釘止めしていた。入り口は正面に当たる東側と北側に設けられ、北入り口は敷地の高低差により東より低く、そのポーチは建物本体から西に眼光して取り付けられている。南面には聖誕にカリアティディスを持つ円段があるが、特に対称性や全体の秩序は意識されておらず、 建築としてはまとまりに欠ける。しかし、こうした不整形な平面の建物にイオニア式を採用することができたのもイオニア式の調和性と形態の自由左右のことである。伐採のアポローニエピクリオス神殿の平面及び内部復元図紀元前5世紀後半になるとイオニア式の影響はギリシア本土に及ぶが小アジアのものと比較すると柱元の形式や フリーズの有無、リンティルの有無といった相違がある。ヘレニズム時代に一般的となるイオニア式は、総じてギリシア本土で形成されたものを基本としているが、装飾性の高いイオニア式は、ドーリア式よりも細部の変化が大きく、紀元前5世紀末から発展するコリント式オーダーは、アッティカ風イオニア式オーダーの発展形態と考えられている。 したがって、ギリシア建築のコリント式はオーダーとしての独立性に乏しく、道理屋式の柱に採用されることもあった。紀元前675年に遡る歴史を持つと、される伐採神域のアポローニエピクリオス大法神殿は、紀元前5世紀末に建設された、幅14.4メートル、全長37.8メートルの集中式神殿で、ある。パウサニアスは、 イクティノスが設計したものとしているが、エンタシスや細部の比例はパルテノオーンほど精密ではない。外部の円柱は道理屋式であるが、内陣は大変個性的で、付け柱というにはあまりに突出した、ほとんど控え壁のようなイオニア式の柱型が並べられた。このような壁付きイオニア式は、おそらくギリシア最古の実例である。また、 内陣の中央には一本のコリント式円柱が設けられたが、このコリント式についても、神殿に採用されたものとしては、ギリシア最古のものである。ヘレニズム期になると機能的要求から、建築平面が複雑化し、ギリシア建築から独創性や力強さは失われてしまうが、建築物を組み合わせるという新しい動きが見られるようになる。これは、 都市計画の概念と共に形成されたもので、都市全体の眺望に対する意識の現れであった。アレクサンドロス3世と彼の後継者たちのために建設されたヘレニズム時代のギリシア建築は、東方の広範囲に広がっていったが、ギリシア人建築家が用いた形態やモチーフは、徹底的に保守的なものであった。このため、固く世紀のない印象を受けることがある。 しかし、建築の格式の高さを演出するための様々な努力が見られ、特に装飾については古典時代よりもさらに発展した。ペルガモンのゼウス大祭壇の復元バロック建築を思わせる構成と豊かな彫刻で装飾された格式の高い祭壇。彫刻はヘレニズム期の最高傑作と言われる。クサントスのネレード記念堂の復元柱間に彫刻を。 配置する東方の構成を採用している。アクラガスのゼウス神殿の復元道理屋敷の壁付きオーダー。構造のためではなく、純粋に装飾のために採用された。紀元前三世紀頃になると、モジュールと比例関係との整合性のあるさや、複雑形態の建築に適用できないなどの理由から、道理屋敷が忌避されるようになり、変わって、 イオニア式とコリント式が用いられるようになった。サルディスのアテネ・キュベレー神殿、ティディマのアポロン神殿は、ヘレニズム期を代表するイオニア式の巨大神殿である。サルディスの神殿は、紀元前3世紀頃に寄港され、ほぼ100年をかけて建設されたもので、建築家ヘルモゲネスの設計したマグネシアのアルテミス、神殿に倣って建設された。イオニア式の柱には、 ギリシア本土の簡素なものとは、対照的に華美な装飾が施されている。エフェソスのパイオニウスとミレトスのダフニスの手によるアポロン神殿は、同時代では、最も巨大な二重集中式神殿で、内陣の入り口には1.5メートルの高さの敷居が設けられ、緑に人が立ち入ることを拒んだ。内陣は、天井のない中庭になっており、 心臓を治めるための小神殿が建された。このような空間の入れ子構造、そしてその多彩な装飾によって、この神殿は、ヘレニズム時代、ローマ族州時代を通じて、多大な影響を及ぼした。建築と彫刻を融合する動きは、古くからあり、アルカイック時代にも、丸彫りの彫刻が建築を装飾するために設置された。古典時代になると、 デルフィのヨニア式宝庫や、アテナイのアクロポリスにあるエレクテオンのカリアティスのように、建築と彫刻が一体となったものが見られるようになる。このような動きは、ヘレニズム時代になると、さらに進展し、ロンドンで復元されている、紀元前4世紀初期のクサントスのネレード記念堂、ハリカルノッソスのマウソロス王の霊病において、実現された。 宗教建築の彫刻による装飾方法はエジプト、メソポタミアなど明らかに東洋起源になるもので豪華さと格式の高さを補強するものであった。ベルリンで復元されているペルガモンの全大祭壇はその最も成功した例である。装飾に対する思考はオーダーにも及んだ。古典時代までは壁と一体となった円柱は 内部空間でしか用いられていなかったが、ヘレニズム時代には、アテナイのリシクラテス記念碑やアクラガスのゼウス神殿など、ファサードを構成する要素として運用されるようになった。このためオーダーは、構造的な要素ではなく、単なる装飾として扱われることになった。この、壁付きオーダーは、最初に、劇場の背景として出現しており、ヘレニズム時代の建築は、 絵画との密接なつながりも考慮されている。ヘレニズム時代のギリシア建築は装飾への関心が高く、個々の建物の構成については全く進展はなかった。しかし、建物相互の関係性については確信があった。アルカイック時代から古典時代にかけての建築は個別の機能を満足した独立性の強いものであったが、 ヘレニズム期になるといくつかの建築が統合され、組織化された。ロドス島にあるリンドスのアクロポリスには、複数のテラスによって、個々の建築が結ばれ、全体を統一的に見せる景観を作り出している。ペルガモンのアクロポリスはより複雑なもので、不規則な地形に様々な建築が建てられているが、それらはやはりテラスによって接続され、 景観を統一する要素として、線形の新域の中央部に劇場が配置された。ペルガモンの場合、こうして作り出された景観は、アッタロス朝ペルガモン王国の威厳と誇りを示す、ものであり、ここで働いた職人は、やがて、アッタロス朝の同盟国へ派遣され、歓迎された。後に、アッタロス朝は、共和制ローマと、強固な同盟関係を結び、 ローマの建築家や彫刻家の多くが、ペルガモンの芸術から学ぶことになった。平面形式ギリシア神殿の初形式 A、ディスタイルインアンティス B、アンフィアンティス C、トロス D、プロスタイル E、アンフィプロスタイル F、ディプテラル G、プリプテラル H、プセウドディプテラル I、プセウドプリプテラル神殿の平面は、基本的に直すとプロナオスからなる。初期の神殿は、発掘された、 紀元前7世紀頃のテラコッタから、プロナオスの正面に2本の柱を立てて、玄関とする馬蹄系平面であったことが分かっている。クレタ島でも、紀元前8世紀頃には、同じような形式の神殿が建設されていた。その後、神殿が大規模になると、ナオスの周囲に柱を立てる平面を採用することも、あった。ギリシア神殿の平面形式については、 ローマ時代の建築家ヴィトルウィウスによってまとめられており、それぞれに名称が与えられている。最も単純な平面の神殿は、前方に突出した側壁を取る、ナーオス、エンパラスタ神と呼ばれる形式で、小規模な神殿や宝庫で採用され続けた。デルフィのアテナイジンの宝庫などがこの形式である。あんたを取らず、単純に正面に四本の柱を立てる平面に、 ついては、プロスタイルと呼ぶ。大規模な神殿になると、ナオスの背面には、宝物庫として使われることもある小室を配置することも、あり、その場合は背面を、リスタイルインアンティスかプロスタイルの形式で構成する、ことが多い。インアンティスとプロスタイルは、神殿背面に、同じ構成を繰り返すこともあり、 その場合は、アンフィアンティス、アンフィプロスタイルと呼ばれ、アテナイのアクロポリスのアテーナーニケ神殿がアンフィ、プロスタイルの代表的な神殿である。ギリシア神殿としては、一般的な形式となる、内陣の刺繍に列中を回すペリプテラルの神殿は、紀元前8世紀末にサモス島において出現した。このヘーラー神殿は、 紀元前570年に三度目の建て替えが行われたが、この時に建設された神殿は、内陣の周囲に2列の列柱が巡らされている、ティプテラルと呼ばれる形式となった。プリニウスがこれを迷宮と呼んでいるように、二重集中式は、エフェソスのアルテミス神殿やディディマのアポロン神殿の、ような、かなり巨大な神殿で、かつ、イオニア式の神殿にのみ採用されている。 ディプテラル式の規模を持つ神殿で、集中楼部分の空間を広く取るために、内陣壁に壁付きオーダーを巡らしているものを、プセウドディプテラルと呼ぶ。これは建築家ヘルモゲネスによって考案されたとされる、もので、マグネシアのアルテミス大神殿などが、代表的な例である。ギリシア建築のオーダーギリシア建築の神殿は、ドーリア式、イオニア式、 コリント式のいずれかで構成される。いずれも階段上の基段である、クリピーソーマ、または、クリピースのうち、ステュロバーティスの上に、円柱、ステューロスを乗せる。イオニア式及び、コリント式については柱元である、バーシスを設けて柱身を乗せるが、ドーリア式はそのまま柱身をいただく。また、ドーリア式は、柱身に、独特の膨らみであるエンタシスがあるが、 イオニア式とコリント式は通常エイタシスは設けない。いずれの様式も中東エピークラニオンに正方形のダイザーバックスがあり、ドーリア式の場合はその下部にウニを連想させたことから命名された円形の液の巣が乗る。イオニア式のエピークラニオンは渦巻き型、コリント式はアカンサスの葉を模したものとなっている。中東の上部はエンタブレチュアで下部より エーピスティーリオン、トリーグリフォス、ゲイロンに分かれる。ドーリア式は、トリーグリフォスの部分が、メトーピと交互に配置され、メトーピには、浮き彫り彫刻が施される。イオニア式の場合、トリーグリフォスの部分は、ゾフォーロスと呼ばれるが、古典期までの小アジアのイオニア式はこの部分が、存在せず、エーピスティーリオンの上に、ゲイロンが乗る構造になっている。 ギリシア建築の特徴の一つは、柱の直径、高さ、柱間、そして、神殿の高さ、幅、長さの間に、秩序だった、比例関係が用いられていることである。厳格なモジュールの規定は、オリンピアのゼウス神殿から用いられるようになったようで、ある。この神殿では柱間を1として、内陣は3、9、トライグリフとメトオプの組み合わせが1、2、 屋根瓦が1、8などのモジュールが規定されている。アテナイのパルテノン神殿では、されに、モジュールと厳格な比例関係が決定されており、その比例関係は、円柱の下部直径1.88メートルに対して、標準的柱は4.25メートル。比率は4、9であり、基部スタイロベートの幅、長さ、内陣の幅、長さ、そして、建物自体の幅。 コーニスまでの高さも全く同じ比率になっているこのような比例関係は、イオニア式オーダーについても、全く同様に用いられたが、伝統的なドーリア式オーダーは、このモジュールと比例の関係に、重大な問題が持ち上がった。それは、トライグリフをフリーズの端に配置し、トライグリフとメトープを等間隔に配置するため、これに対応して両端部の柱間を短縮するなどの、 調整が必要とされたことである。これに細部のモジュールの関係性を対応させなければならなかったので、その調整は綿密な計算を必要とした。ヘレニズム期の建築は各部の比例関係が重視されるようになったので、このような煩雑さによってドーリア式オーダーは敬遠され、例えばマグネシアのアルテミス神殿を設計した建築家ヘルモゲネスは、 数学的比例に基づいた美を重視し、道理屋敷よりもヨニ屋敷オーダーの方を好んだ。事実、ヘレニズム建築では、道理屋敷オーダーは、美学的欠陥があるものとされ、ほとんど用いられることがなくなったのである。公共建築は、ポリスの政治形態が成立する。紀元前6世紀頃から建設され始めた。古代ギリシアでは、 その完成度の高さから神殿のみ参照されることが多いが、神殿を含めた公共建築こそがギリシア建築の独創性を物語っているといった方が良いかもしれない。古代ギリシア社会の特徴としてしばしば公共に対する意識の発達が挙げられる。実際に都市の中心部には社会活動のための公共広場であるアゴラが置かれ、プリタネオン、ブーレウテリオン、 そして今日の多目的ホールに近いストアなどの公共建築が設けられていた。アッタロス一世のストアの復元アグラを形作る主要な建築物はストアである。紀元前6世紀頃から作られ始め、通常1列あるいは2列の列中の背後に壁もしくは小部屋を設けた。場合によってはストアに公共施設が組み込まれることもあった。プリタネオンは 都市の中心部に置かれる、区形平面の建築物で、ヘスティアへの礼拝室、外国の施設団や要人と評議員との会食室、そして貴重な記録の保管場所の3室から構成される。一般的に、それぞれの部屋が、列中廊に面し、中庭を挟んで、アゴラに面している。同じくアゴラに面して建設されたブーレウテリオンは、百人会が行われていた場所で、 神殿の内陣の規範となった、区形建築物であった。初期の段階では、劇場のように半円に座席を設けることが多かったが、次第に壁に沿って区形に、議員の座席を設けるようになる。このような座席配置と中央に廊下を取る構成は、古代ローマの元老院、そして現代イギリスの下院議会に通じる。これらの建築物は、ギリシアの社会構造の形成過程や、 組織体系をはっきりと示しており、一般的に時代が下るにつれて機能が細分化され、内部空間が拡大されていく様子がわかる。エレウシスのデメテルシミキでは、テレステリオンと呼ばれる、入信の儀式などに用いられた区形の大ホールがある。紀元前525年頃までは、未経ネ時代のメガロン形式であったが、ペンシストラトスによって一変。 約28メートルの正方形平面に改築された。しかし、この時の建物は内部に25本の円柱が並び立ち、中央に対する視界が遮られてしまうものであった。その後、建築家イクティノスによって約50メートル四方の建物に拡張されたが、彼は49本の柱を放射状に配置することによって視界を確保した。彼の設計は、 クリエネに残るエクレシアステリオンなどで模倣されているが、一般にはすぐに採用されず、その後しばらくの間は、多くの柱で屋根を支える形式が好まれたようである。デルフィの劇場をギリシアでもう一つ目を引く、公共建築は劇場である。古代ギリシアの劇場は、紀元前4世紀以前はほとんど定型的な形式を持たず、単に平たい場所が用意されただけのものであった。 紀元前4世紀頃から自然の傾斜地を利用した半円形の客席が円形のオーケストラを取り囲む形式が一般的となりヘレニズム時代においてようやく完成される。ドドナ、プリエネ、エピダウロス、セゲスタ、ミレトスの劇場は今日でもその姿を止めている。古代ギリシアの建築家が都市景観と建築との関係を意識し始めたのは神殿だ。 格式高い様式で作られるようになったのと同時期であろうが漠然とした考えが都市の多彩な建築物や神殿の特別な空間をいかに形成するかという具体的な思案に変化したのは古典時代である。アゴラやギュムナシオンはこれに重要な役割を果たしたがこれを軸線や対称性によって秩序立てていくという方法はヘレニズム時代に確立された。 古代ギリシアにおいて考案された新しい都市計画は、ペルシャ戦争によって破壊された都市の再建という、同じ条件を持ったアテナイとミレトスを参考にできる。アテナイは、それまでの古い外空を忠実に再現したが、アテナイの外交として新しく建設された、ペーライエウスとイオニアの反乱によって破壊されたミレトスでは、全く新しい都市計画が適用された。 建築家ヒッポダモスによるヨニアの外区は道路によって格子状に区画され、ストアの主軸よって宗教、行政、商業の領域が分割された。古典期に起案されたこの都市計画は徐々に執行され、他のギレシア植民都市が各時代の経済的、社会的要因によって本来の外区計画から逸脱していったのに対し、ミレトスでは ヘレニズム時代末期に完成されるまで、この都市計画が工事された。ありがとうございます。